キラキリラキラしたって簡単な曲を楽しく手遊び歌を歌いながら弾くことがとっても楽しくなります。大きな栗の木の下で。これはとっても便利です。まずは基本の伴奏形ドミソ、ドハラ、シファソ、ドミソ、昨日もご説明しましたが、ドミソ、ドハラ、シファソ、ドミソ、都庁長はソシレ、ソドミ、ソシレ、ファドレ、ソシレ、これをきっちり覚えることでピアノはもっともっと楽しくなります。おさらいです。波長調ドミソドハラドミソシファソドミソ、ヘ長調 F Bことでピアノはもっともっと簡単になります。諦めずにお家でコードネームの練習をしてみてください。これはとっても簡単なんです。簡単なコードネームを覚えてメロディーと楽しく弾き歌いができる、これは本当に便利で楽しい練習方法です。それでは明日もゆくで皆さん、かくしゅくで、お引っ越しぐらい、きちんとできたゆくには嬉しいご褒美が待っておりますのだ。